ブンブン。ハロー YouTube。どうもマサルです。今回はマサルも長く愛用しています IIJ ミオ。こちらの方で新しいキャンペーンがスタートすることが明らかになりましたのでご紹介したいと思います。今回のキャンペーンは特定のサービスに加入することによってまだ発売されたばかりのシャーミの最新のモデル、シャーミ 11T シリーズというハイスペックなシャーミのシムフリースマホ、その他同じくシャーミ製の最新のタブレット、シャーミパッド5、そして A タブ1というモデルにつきましても、今回のシャーミのキャンペーンによって通常よりも安く購入することができます。ざっくり言いますと、普通に定価で購入する場合よりも2万円程度安い価格で購入することができるというのが今回のキャンペーンの主な内容となっています。そこで今回は IIJ からスタートする今回のキャンペーンの概要、それからざっくりではありますが各モデルのスペックにつきましてもご紹介したいと思います。ではまずはキャンペーンの概要からご紹介します。主に今回のキャンペーンというのは3つ開催されます。まず1つは第2弾秋の乗り換えキャンペーンというもので、 IIJ ミオモバイルサービスギガプラン、音声通話機能付き SIM、 これとキャンペーン対象端末をセットで申し込んだ場合、特別価格で提供されるというものになっています。そしてもう1つは第2弾ご愛顧感謝キャンペーンということで、 IIJ ミオモバイルサービスを利用中の方が端末をご購入いただくと最大1万円分の選べる e ギフトプレゼントというものも開催されます。さらにはサプライズサービスセールということで、対象機種を期間限定で特別価格で提供するというこの3つのキャンペーンが開催されます。もう少しこれらのキャンペーン詳しくご紹介しますと、まず1つ目、第2弾秋の乗り換えキャンペーン NMP 乗り換えスマホ特典ということで、こちらは期間が11月1日から11月30日まで開催されるキャンペーンとなります。キャンペーンの期間中に IIJ ミオモバイルサービスギガプランの音声通話機能付きの SIM をNMP 転入によって契約し、さらには同時にキャンペーン対象端末をセットで申し込んだ場合、このキャンペーンを受けることができ、特典としては特別価格で端末を購入することができるほか、また一部機種につきましてはそれプラス e ギフトもプレゼントされるというものになっています。この e ギフトというのは指定のショップで使うことのできる、いわゆる商品券のようなポイントになります。そしてもう一つ、第2弾秋の乗り換えキャンペーン。こちらにつきましても期間は11月1日から11月30日まで開催されるキャンペーンです。概要としてはキャンペーンの期間中に新規契約、ただしこの新規契約というのは MNP 転入、音声 SIM 回線の申し込み、これらは除くようです。それを除く新規契約で IIJ ミオモバイルサービスのギガプラン、その中の音声通話機能付き SIM と IIJ のサプライズサービスのキャンペーン対象端末を同時に申し込んだ場合、 e ギフトプレゼントという内容になっています。そして第2弾ご愛顧感謝キャンペーンというものにつきましても11月1日から30日まで開催され、こちらはこの期間に IIJ モバイルサービスを利用している方がキャンペーン期間中に IIJ ミオサプライズサービスにて対象端末を申し込むことによって選べる e ギフトプレゼントとなっています。同様のサービスというのはどちらかと言いますと MNP 電話番号を引き継ぐ形で IIJ ミオに乗り換えた場合適用されるというものが IIJ だけではなく、その他の格安SIMでも多く用意されているキャンペーンではありますが、このキャンペーンの
特徴としては、すでに契約中の方も受けることができるという内容になっています。そのためキャンペーンの内容としても、このようなご愛顧感謝キャンペーンという名称が付けられています。そしてサプライサービスセールというのも開催され、同じく11月1日から30日まで、キャンペーンの期間中対象端末を特別価格で販売するというものになっています。以上が IIJ ミオでこれから開催されるキャンペーンとなります。11月30日までということで、開催期間も約1ヶ月とかなり長めのキャンペーンでありますが、今回キャンペーンの対象となっているモデルは新製品でかなり人気の高いモデルとなっていますので、もし申し込んだ製品がすでに売り切れてしまった場合、キャンペーンが終了になってしまう可能性もあります。この後でまた詳細はご紹介しますが、それら製品、どうしてもなるべく安く欲しかったというモデルがある方の場合は、一応キャンペーンとしては11月30日までは開催されますが、早めに申し込んで購入することをお勧めします。では最後に今回のキャンペーンで、かなり安く購入することができる製品、そちらもご紹介していきたいと思います。冒頭で少しご紹介しましたが、今回のキャンペーン対象機種となっているモデルとしましては、シャオミの最新のスマホ、それからタブレット、スマホで言いますとシャオミ 11T、 シャオミ 11T Pro。 シャオミはどちらかと言いますと、これまで国内モデルとしてミドルレンジからエントリー寄りのモデルが中心でしたが、このモデルは完全にハイエンド寄りのとてもスペックが高いモデルになっています。そしてこちらも同じくシャオミの最新製品、シャオミパッド5、ハイスペックなアンドロイドタブレット、この製品も今回のセールの対象となっています。その他 A-Tab1 というタブレット、後でご紹介しますが、意外とこのタブレットもスペックの高いタブレットになっています。そして最後は Redmi Buds 3 Pro という多機能なワイヤレスイヤホン、こちらも今回のキャンペーンの対象となっています。割と有名な製品も多く、もうご存知の方も多いかもしれませんが、まだご存知ない方のために、これら新製品のスペック、特徴などにつきましてもご紹介しておきたいと思います。まずはシャオミの最新のスマートフォン、シャオミ 11T Pro、 こちらのモデルをご紹介します。プロの使いのモデルも今回は同時にセールとなりますが、基本スペックにつきましてはプロがつくモデル、つかないモデル両方ともほぼ同じですので、ここではプロがつく上位機種につきましてご紹介したいと思います。スペックとしましては、ハイスペックなカメラ、ハイスペックな CPU を搭載したモデルとなっています。Mi 11T Pro につきましては、お財布携帯にも対応しており、国内で使うメインスマホとしても十分使えるモデルとなっています。またカメラにつきましては 4K の撮影ができるほか、プロモデルにつきましては 8K の撮影も可能、しかもカメラ自体はメインセンサーに1億800万画素のセンサーを採用するなど、動画はもちろんのこと、写真撮影も高解像度の綺麗な写真が撮影できるというモデルになっています。また充電速度も速く、プロモデルでありますと 120W の急速充電に対応となっています。この 120W どれぐらい速いかと言いますと、17分で満充電することができる急性能になっています。ですので、例えば朝起きた際にバッテリー残量がほとんどない状態、 2% 程度しか残っていなかったとしても、この17分間で 100% まで充電することができるというモデルになっています。忙しい朝の時間帯も一瞬で充電することができ、充電をたまに忘れてしまうという方にとってはとても嬉しい仕様となっています。 CPU も上位機種はスナップドラゴン888、そしてプロがつかないモデルにつきましてもメディアテックの CPU ではありますが、ハイスペックなモデルが搭載されており、プロがつくモデル、つかないモデル、どっちもハイスペックで、カメラ製品にもこだわったとてもお買い得なハイエンド端末となっています。
そしてこちらもシャオミの最新製品、シャオミパッド5という国内モデルとしては珍しいハイスペックな Android タブレットになります。CPU は800番台のハイエンド CPU を搭載しており、ゲーム、それから動画編集といった重たい作業もサクサクこなすことができる CPU になっています。あとはディスプレイにつきましても、タブレットとしては珍しく 120Hz のリフレッシュレートに対応した高解像ディスプレイとなっていますので、動画を視聴するのはもちろんのこと、動きの速いゲームをプレイしたり、またディスプレイの解像度が高いということで、電子書籍を読む端末としても使いやすいモデルになっています。そして Android と言いますと、どちらかと言いますと大画面のユーザーインターフェースというところから少し弱いところはありましたが、このモデルは純粋な Android をそのまま載せているのではなく、 Xiaomi のユーザーインターフェースを採用していますので、タブレットで Android というところはありますが、使いやすいモデルとなっています。そして今回はもう一つタブレットがセール対象となっており、こちらは A-Tab1というモデルになります。デザイン的には少し地味なデザインはありますが、スペック的にはまあまあハイスペックなタブレットとなっており、このクラスのタブレットはメディアテックの低スペックな CPU が採用されることも多い中、クアルコムのスナップドラゴン662を採用した処理性能も十分高いモデルになっています。ディスプレイにつきましても10.1インチと大画面で、動画視聴にも適したモデルとなっています。カメラにつきましては一応搭載されていますが、こちらはあまり高解像度のカメラではなく、背面のメインカメラ側も800万画素となっています。ただしその反面、とにかく価格は安く、 IIJ ミオで購入した場合、キャンペーンを適用しない場合の価格が3万8000円ということですので、キャンペーンを適用して購入しますと、もっと安く1万円ちょっとで購入できるというタブレットになります。そしてこちらもキャンペーンの対象となっています、シャオミの最新のワイヤレスイヤホン Redmi Buds 3 Pro というモデルになります。低価格なワイヤレスイヤホンというのは基本的にノイズキャンセリング非対応ということが多い中、この製品はキャンペーンを適用しない場合の通常価格でも6480円というとても安いモデルにかかわらず、ノイズキャンセリング対応のワイヤレスイヤホンとなっています。デザイン的にも Apple の AirPods のように、うどんのように棒状のものが耳からはみ出すということはなく、耳の中に完全に本体が収まるようなデザインとなっており、デザイン的にもつけていて恥ずかしくないデザインとなっています。なんといってもノイズキャンセリングを搭載していることによって、騒がしい場所でもあまり音量を上げることなく音楽を聴くことができたり、また当然このモデルは音声通話にも使うことができますので、普段ヘッドセット代わりに使うという使い方も可能となっています。この製品も今回のキャンペーンの対象機種となっています。ということで今回はマスルも長く愛用しています IIJ ミオの方で、新製品が通常よりもかなり安く購入することができるというキャンペーンがスタートしますのでご紹介しました。なお実は今回のキャンペーンは使っていないんですが、すでにマスルが注文している機種もこの中に数機種あります。そちらにつきましてもまた実機レビューの方は近々ご紹介できるかと思いますので、その辺も気になる方、またこのようなお得なキャンペーンまた新たに開催されましたら、その都度お得な情報につきましてはまたこちらのチャンネルの方で発信していこうと思いますので、その辺の情報が知りたいという方、そして実際の製品の実機レビューなどその辺も気になる方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。